新疆振興は国境内戦最終盤に起きた中国共産党による新疆への軍事展開。現地で勢力を保っていた国民党軍は主に政治的な手段を通じて降伏することとなり、降伏後人民解放軍が素早く心境内に展開した。中華人民共和国においては新疆和平解放と呼ばれている。 当時、新疆は1944年にソビエト連邦が入り事変での新疆北東三区を支援したことによって国民党と旧第二次東トルキスタン共和国の首脳からなる敵下の新疆小連合政府に支配されていた。新疆小連合政府は1946年から1947年まで続き1947年5月に崩壊してからは 旧イターの勢力が、一地方に退去して三区を実行支配した。1949年の晩が、人民解放軍は、甘粛省の火星回路に進み、新疆に圧力をかけた。1949年の秋、共産党勢力は、国民党と三区との間で、新疆の政治的主導権に関して、個別の合意に達した。中国共産党は、 国民党の地方政府と軍を説得し、ソビエト連邦は、旧イターの首脳が共産党に加盟するように誘導した。旧イターの首脳の数人は中国人民、政治協商会議に参加するため北京へ向かう飛行機が墜落し死んだとされ、残りの旧イターの指導者は新しく成立した中華、人民共和国への三区自治の編入に合意した。彼らは降伏した。 国民党召喚とともに、中華人民共和国政府の要職に付けられた。このように、中国共産党の新疆への勢力権拡大は、主に政治的な方法によって、過準備が行われた。人民解放軍は1949年10月に、新疆に展開し、広大な地域を1950年春までに、占領した。ユルバスカーニアをオスマンバティルによってわずかに、 抵抗活動が行われたが、双方とも共産党軍に敗れた。当地から軍、中共の交渉代表当初、イリハントレに率いられていた第二トルキスタン共和国は、イリ事変の最中の1944年11月に、ソ連の支援によって、新疆北西の3区に設立された。トレは、ソビエト連邦で1946年に、行方不明になり、 ソ連以前の新疆トゥルク人民国家自由委員会の議長であったアフメトジャンカスイミはソ連の支援のもと中国国民党の指導者である超オサム中途的下での連合政府樹立の政治的合意に到達した。イターは名目的に解散されたが3区の自治は維持された。カスイミは連合政府の副議長になった。中華民国は入り事変の間、 イターとソ連に対する衝突を継続し、北東三事件では、ソ連とモンゴル人民共和国の連合軍と戦った。カザフ人リーダーをすまんバティルトイターのカザフ人は、イター勢力から離反し、中華民国側へ着き、ソ連とイターと戦うようになった。1949年8月19日、中国共産党の指導者、毛沢東は3区の首脳に電報を送り、 北京の中国人民政治協商会議会会に出席するように招いた。8月22日、5人の首脳カスイミ、アブドゥルギリム・アバソフ、イスハクベグモノノフ、ルオジ、デレリカン・スグルバ・イオフラは、ソ連の飛行機に乗り、アルマタイで国境を越え、地下へ向かっていたが、バイカルコ近郊で、謎の航空事故に、あい、消息を絶った。9月3日、 セープディンエズイズイなど3人のいたア首脳が鉄道で北京を訪れ、エズイズイはソ連大使から航空機事故の一報を聞いており、当ら軍にその旨を伝えたが、死は公表されなかった。アズイズイと残った3区の代表者は中華、人民共和国への参加に合意し、それは10月1日に決まった。他の ETA 首脳の死は人民解放軍による北部新疆の占領が、 完了する12月まで公表されず、3区の兵力は人民解放軍の軍事力として再編された。共産主義であった、いた指導者のいくらかは、中国共産党への参加を拒否され、インドへ逃れそこからトルコへと向かった。9月25日、国民党の召喚であった、党、蘇馬学と国民党の政治家であったブルハンシャヒディは、 新疆での国民党勢力の共産党勢力への降伏を宣言した。10月12日には人民解放軍が新疆に展開、新疆にいた他の多くの国民党将官はサラール族のムスリム系将軍、ハンユーブンのように中国共産党の人民解放軍へと倶替えを行った。彼らは新疆の将官として人民解放軍で働き続けた。 いくらかの国民党の政治家や将官は共産党に降伏せずに台湾やトルコへと渡った。バシメサチはインドから台湾へと渡った。ムハンマドエミン・ボグラやエサ・ユスプ・アルプテキンはトルコへ逃れた。マスウド・サブリは共産党側に捕まり1952年に死去した。唯一組織された犯行組織はオスマン・バキルのカザフ民兵と ユルバスカーンの白系ロシアと海賊の民兵団であった。バキルは国民党に忠誠を誓ったため1951年に処刑された。ユルバスカーンは人民解放軍勢力と以後の戦いで戦闘を行ったが敗北し、ミステラで彼に協力しなかったダライラマの勢力を避けながらチベットを通って逃げ延び、インドを通って台湾へと渡り、 中華民国体制に参加した。中国共産党の新疆ウイグル自治区は中華民国時代の新疆省に変えて1955年10月1日に設置された。中華人民共和国では5人のいた指導者が1949年に航空機事故で死亡しており、国民党政権と戦った英雄として記憶されている。遺骨は1950年4月に 中国に返却され、後に伊利の英雄記憶墓地に改装された。墓地は毛沢東が記号した中国人民の革命への彼らの貢献を称賛した石碑がある。ありがとうございます。